どうも皆さんこんにちは、松村総一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。明けましたね。明けましたね。2022年ということで。2022年ですか。はい。未来だな。未来ですか。未来来ちゃいましたね。はい、今年もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、改めまして、はい、よろしくお願いします。お正月のね、お茶会、いろいろご宗家ではこう初釜って言われてる、お客さんを招いてのお正月の一発目のねお茶会があったり、あとは私たちみたいな町の稽古場だと、はい、稽古始めとかね、うん、で車中お弟子さんたち生徒さんたちが集まってお茶会をするみたいなこともしますけどもね、うんうん、お正月ならではのやっぱ雰囲気ピリッとした感じがありますよね、はい、いいですよね、うん、結婚始めてなんかねやっぱりピリッと今年もっていうところが、そうなんですよね。でやはりこうめでたいというか、はい、新しいね年の幕開けなので、うん、お正月らしい道具っていうのがありまして、はい、それをちょっと今日はねご紹介しようかと、はい、思うんですけれども、昔からまずねお湯とかお水ですよね、はい、お正月ですと生花水っていう特殊な水、うん、汲んでる時間が特殊なんですけど、うん、それこそ今年は寅年、はい、寅年ですけど寅の刻って言われてる、あるんですね。そう、2時から時間帯が4時の明け方っていうか夜中ですよね。あ、はい、まあ、4時ぐらいに汲んだ寅の刻の水っていうのが一番陰の気が少ない、陰陽でいうと、うん、だからその時の水を汲む、実際ほこりが舞ったりとか、まあ、一番こう静まってるタイミングなんで、うん、なんか水も綺麗だったんでしょうね、井戸の汲む水自体もね、うん、でその水を汲んで沸かして、うん、で沸か水とか生花水とかね行ったりするんですけども、はい、それで前の大晦日の夜から炉の中の灰の中にこう炭を埋めておいて、はい、火は要は絶やさないってことですよね、うん、去年からずっと続いてるっていうこと、それをこうかき出してまた新しく炭をくべて、その生花水が入った釜でお湯を沸かして家族であったり、うん、あとは親しい人たちですよね、はい、とみんなで一緒にお茶を飲むっていう、うん、それこそ大福茶、福はもう大福とたくさんの福と幸福の福ですよね、うん、が混ざってる大福茶ですけど、みんなでこう飲むっていうところからまずはスタートして、うん、で三が日の間にお客さんが来るときにまたお正月らしい正月飾りの道具で出すものの一つなんですけども、はい、このお茶碗なんかもう金ピカで、もうまあ見た目金ピカですよね、めでたいですね、うん。で、これはこういう入れ子になってる。お、本当ですね。うん、島大茶碗というんですけども、はい、島大ってなんだってことなんですけども、はい、蓬莱飾りって言われてるものに雰囲気が似てるから、なるほど、それのことを島大っていうんですけど、その蓬莱飾りがなんだっていうことなんですけど、はい、宝の来るっていう蓬莱ですか、どういう字で書くんだろう。宝のね、来はね来るではないんですね。もう少しも難しい字で、はい、ここに載せますけども、はい、蓬莱飾り、神仙思想って言われて、中国の昔からのなんていうかな、宗教でもないんだよな、そういう考え方があって、はい、日本の人でいう黄泉の国っていうのかな、宝の山っていうか宝の島というか、はい、天国ともまたちょっと違うのかな、うん、東の海の向こうにある島っぽいところ、うんうん、でそこには仙人がいて、不老長寿の薬があって、はい、草とか花とか動物は全部白、うん、建物も建ってるんだけども金とかプラチナでできていると、うんうん、ピカピカで行きたいんだけど、遠くから見るとなんか雲みたい、うん、で近寄ってみると海の下にあるっていうたどり着けない場所なんですよ。なるほど。その蓬莱山っていうんですけど、はい、そこの場所のこと。でその後にね、蓬莱山とその仙人と交流できる人が中国に出てきて、そこからその人たちが不老長寿の薬作ったりっていうような展開をしていくんですけども、はい、めでたい感じじゃないですか、うん、その島自体が。それをこうミニチュア版の模型を作るんですよね、うん、それが台の上に松竹梅とか、はい、鶴亀とか、はい、あとは大きな、まあ、老人であったりとか、うん、老婆であったりとか、めでたい不老長寿な感じですよね、うん、はい、脳からも来てると思うんですけども、うん、そういった人形とかを飾るものを床に飾るんですよ。蓬莱飾りって言って、うん、なるほど、うん、お正月に飾るんですけど、それに雰囲気が似てるからこちらです、ね、こちらがで本来楽茶碗でできていて、はい、この上に乗っかってるものの内側に金箔が貼ってあって、はい、この大きい方に銀が貼ってあると、うん、でたくさんのお客様にこう濃茶を出るので、2碗が重なってこっちに例えば3人前とか、これにこっちに5人分とかを練って、例えば10人近くのお客さんにお出しすると、うん、で金箔をラクジャーに貼ってるのでシャカシャカすると内側の金箔がちょっと溶けて、そうですよね、抹茶にちょっともしかしたらキラキラ、うん、
まあ、入ってそれを服するもう飲むことによって害はないので、ねうん、服を取り込むというか、はい、そんな効果もあるんだけれども、これを前にも登場いただいたキムリュウさんに新しく作っていただきまして、これはラクジャワン版でないんですけども、はい、本来の島大茶碗とは違う形の島大茶碗風の茶碗をうちはオリジナルで作っております。でキムさんらしいこう線刻が入っているものでして、で、ね、当然銀も吹き付けてあってっていうことなんですけども、高台がまたこれは島大茶碗らしく、こっちが五角形、そうですね、うん、こっちが 1,2,3,4,5 六角形、うんうん、になってるんですけど、なんでだと思います？いきなりこんな質問。また来ましたね。かっけえ、なんだと思いますか？なんだと思いますか？ヒントは、蓬莱飾りの中に出てくる松竹梅、鶴亀、乳母と女王っていう、うんうん、まあ老人と老婆の中のキャラクターが。亀の甲羅がピンと。そう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 。さすが、こっち亀の六角形ですね。亀甲ですよね。で、五角形は鶴なんですよ。羽を飛ばしてこう飛んでるっていう。で頭があって羽があって足があってる子がって、まあ無理やりこじつけ感があるかもしれないけど、で鶴と亀が裏に入っていて、はい、でもまあめでたいねっていうことですよね。そこにこうなんか意味がちゃんと入ってるわけですね。そうそうそう。で毎年お正月、まあ、稽古始めっていうのは基本的にはそんなに新しい道具は出てこなくて、うん、また戻るって感じですよね。で同じ道具でみんなでお正月を迎えることができて、うん、一緒にお茶を楽しむことができて、で今年1年またねお茶を通じて交流が深められればいいねっていうことをことほぐわけなんですけども、うん、はい、はい、ちょっとね今来客の方がいらっしゃいました。はい、そうなんですけどね、毎年来るお客様に対しても同じ道具で、うん、というのは基本なんですけども、はい、やっぱ少しは新しいもので出したいのがやはり干支のものですよね、うん、12年に一度なので、そうですね、うん、それも珍しいというかね、はい、その辺は入れるんですけども、今年は毎年ねお願いしている久野照之さんというデザイナー兼お茶尺も作ってる方なんですけども、はい、こちらの茶尺ですね、もうね言っちゃったからあれですけど、まあ、柄的にもね虎の尻尾になっていて、虎の尾をイメージしたお茶尺になってます、うん、毎年毎年ねシリーズ化してまして、あ、なるほど、じゃあ一応12年回るようになっていて、絵の部分はなんかあるわけですね。なかなかね多分毎年苦労されてるようなんですけどね、はい、でも虎は結構ね分かりやすいですよね、はい、うん、そう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 、でこれをお出ししてということですけども、ね、お茶席でいろいろとしちゃいけない会話みたいのもあるんですけどね、こういろいろ言われて、まあ、正談って清い話だけって言われていて、はい、うん、なんだろう、家族の話とか、うん、お金の話とか、うん、商売の話とか政治の話とかね、うん、対立が生まれるような話はお茶室の中でしないってことになってるんですけども、はい、下手なことをね話しすぎて虎の尾でも踏まないように気をつけなきゃいけないね。なるほど、そういうことですね。正談でいきましょう今年もね、はい、いきましょうね、いきましょう、ね、YouTube 本格的に始めてね2021年からですけど、1年経って、ね、はい、22年もっていうことで、そうですね、この YouTube を通じて今年どんなことを発信していきたいか、最後もしよかったらカメラに向かって一言いただければと思いました。今年1年、はい、あ、また新しくね、もう今年もですねつるっと生まれ変わったような感じで、はい、新しいこうお茶の角度でね、はい、皆さんにこうお伝えしていきたいですし、そうですね、あとは外国向けとかもね、うん、チャレンジしていきたいなと思ってますし、当然また日本語版もねいろいろ継続的にね、そう、俺のチャレンジの茶はお茶の茶ですからね、いいではないですか、そうするとどんどんチャレンジしていこうかなと思っております、はい、チャレンジの1年でまたね、はい、していきたいと思いますので、はい、ぜひね視聴されてる皆さんもね今年お楽しみいただければと思いますので、よろしくお願いします。ご質問等々またお待ちしてます、はい、今年も1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。